1992年3月5日、千葉県市川市で19歳の少年が強盗目的に押し入り、女性に何度も乱暴した後、最後は全員を手にかけようとした恐ろしい事件が起きました。一体何がその少年をこのような狂気に走らせたのでしょうか。早速詳細を見ていきましょう。まずはその少年の生い立ちを紹介します。少年の名は関照彦といい、1973年1月30日に父母、弟のいる4人家族の長男として生まれました。関の父親は酒とギャンブルに溺れ、そればかりか家族にさえ手を挙げるような人間だったそうです。そのような家庭環境で育った彼でしたが、苦しいのは父親の暴力だけでなく、一家は経済的にも困窮していました。父親がギャンブル狂だったことから、一般の消費者金融からはもちろん、闇金融などからも多額の借金があったといいます。返済日になっても返済できず、連日関の自宅には借金取りが押しかけました。裏社会の人間から追われる毎日に怯え、疲れ果てた関の母親はとうとう二人の息子を連れて家を出ます。こうして関一家は母子だけの生活をスタートさせるのですが、借金の取り立てに追われる恐怖、父親の暴力からは解放されたものの、生活は相変わらず苦しいままでした。三人は狭く薄暗いアパートで極貧の生活を強いられます。その後、一家は松戸市に引っ越し、関は市内の小学校に転入するのですが、そこでいじめられるようになります。そこで辛い毎日を送った彼は、中学になると暮れ始め、もっぱら不良生徒と付き合うようになります。その後の中学生活は非行一色となり、家族との溝も広がるばかりでした。ところが、高校に進学すると、関は真面目な態度を取るようになったといいます。ただ、それはあくまでも上辺だけだったようで、結局、高校2年の時に恐喝事件を起こして停学。最終的には退学処分となってしまいます。その後も関の問題行動がとどまることはありませんでした。そんな廃れた毎日の中で、関は一人のフィリピン女性と出会います。その女性はフィリピンパブの店員で、二人はすぐに恋に落ちたそうです。それから間もなくして、1991年に関は18歳になったのを機に、その女性と結婚しています。しかし、そんな甘い生活も長くは続きませんでした。ある日、妻となったフィリピン女性が、姉が病気だから容体を見に行くと言って帰国したそうです。ところが、彼女はそれから二度と日本には戻ってきませんでした。その数ヶ月後の1992年2月6日、妻がいなくなった関は、フィリピンパブで働くホステスを2日間自宅に連れ込んで監禁するという事件を起こします。そのホステスは2日後に解放されたわけではなく、隙を見て逃げ出したことで事件は明るみになりました。彼女は店へ戻り、雇い主である反社会勢力の組員にこの2日間のうちに起きたことを全て打ち明けたのです。反社会勢力の組員はこれに激怒し、関はこの後組員に怯える日々を送ることになります。1992年2月11日午後4時30分頃、車で帰宅しようとしていた関は、帰宅途中だった当時24歳の女性が一人で歩いているのを偶然見つけます。ここでまた関は、憂さ晴らしのために女性に襲いかかり、またもや自分のアパートに監禁してしまったのです。その日の夜、関が自宅でくつろいでいると、突然、ドアが激しく叩かれました。関がそっと外の様子を伺ったところ、そこには7人ほどの明らかに組員と思われる人間が立っていたのです。当然、原因は5日前に、関がフィリピンパブのホステスを監禁したためでした。恐ろしくなった彼は組員を振り切りアパートを飛び出すと、急いで車に乗り込みました。しかし組員たちは逃がすかとばかりに取り囲み、車の後部ガラスが叩き割られました。そのまま関は車から引きずり出されそうになりますが、間一髪で車は急発進し、なんとかその場を逃れることができました。そのようなことが次々と起こった後、2月12日午前2時頃、今回の事件の被害者である一家の長女は、勉強の途中でシャーペンの芯が切れてしまったため、自転車で近くのコンビニエンスストアへ出かけました。そしてその帰り道、不運なことにたまたま車を運転していた関の目に留まってしまったのです。またしても邪心が芽生えた関は、少女の背後にそっと近づき、少女の自転車の後輪に車を衝突させました。激しい衝撃とともに、少女は自転車ごと路面に投げ出されてしまいます。そんな少女を尻目に、関は事故を装い、慌てたふりをしながら車から飛び出していきました。彼は病院に行くと優しい言葉をかけ、怯える彼女を車で浦安市内の救急病院に連れて行きました。最初は警戒していたものの、治療を受けさせてもらったことから、少女は関への警戒心を徐々に解いてしまっていました。
治療後自宅まで送り届けるという関の言葉を信じてしまったのです。当然ながら関は送り届けるつもりは毛頭ありません。彼は車の中でおもむろにナイフを取り出し、黙って俺の言うことを聞けと凄みました。すっかり怯え切った少女を関は有無を言わさず自宅アパートに連れ込み、そこでまたしても乱暴を働きました。また長女の財布から現金を抜き去り、高校の生徒手帳から彼女の住所と名前を控えました。少しして関はまた外出していきました。一人残された少女はこのチャンスを逃すまいと必死に拘束を解き、なんとか外へ逃げ出します。なんとか脱出に成功した彼女はそのまま自宅に戻り、徐々に日常を取り戻していきました。ただやはり受けた心の傷が消えるわけではありません。少女は2月末頃勝南警察署へ被害届を提出しました。ですが関と少女は知人でも顔見知りでもなかったため、捜査の過程ですぐに関の名前は上がってくることはありませんでした。一方関は警察ではなく反社会勢力を恐れていました。2月12日の夜に組長から呼び出され、無視するわけにもいかず関は呼び出しに応じます。そこでけじめとして200万円を要求されたのです。その要求を断ることなどできるはずもなく、関は用意することを約束してなんとかその場を逃れました。ただそんな大金を得るあては全くありません。悩んでいた彼はあることを思い出します。それは先月襲った時に書き留めた少女の住所と名前でした。関はこの情報から少女の自宅を突き止め、この家に強盗に入ることで200万円を手に入れようと考えたのです。関は彼女の自宅に何度も訪れ、入念な下見を行いました。同時に家族構成も確認し、この家には少女とその妹、両親と祖母の5人暮らしであることを突き止めました。さらには少女宅へ何度も電話をかけ、何時に誰がいるのかということまで細かく調べていました。そして全ての準備が整った1992年3月5日、関はついに計画を実行に移します。少女の家のインターホンを鳴らしたところ、一向に応答がないため、関はドアノブに手をかけてみました。すると、なんとドアには鍵がかかっていなかったのです。これは誰かがいると思った彼は、一旦少女宅から離れました。しかし、20分ほど様子を見ても気配が感じられず、午後4時30分頃、ついに彼は家の中に侵入したのです。室内の電気は消えていました。関は家には誰もいないことを確信し、早速金銭がありそうなところを物色し始めましたが、耳を澄ますと玄関脇の部屋からテレビの音が聞こえてきたのです。まさか人がいたのかと関は焦りましたが、音を立てないようにそっと部屋の中を覗きました。すると、そこにはテレビをつけたまま寝ている少女の祖母がいたのでした。祖母を起こさないよう、なんとか金目のものはないかと物色するものの、関は結局何も見つけられません。観念した関は祖母を叩き起こし、金を出せと脅します。ところが祖母はひるむことなく、決して金品の在りかを教えようとはしませんでした。それどころか一瞬の隙を見て警察に通報をしようとさえしたのです。あと少しのところでしたが見つかってしまい、受話器を持っていた祖母は関に襲われ、結局帰らぬ人となってしまいました。それからしばらくして母親と長女が買い物から帰宅しました。そしてあろうことか今まさに祖母を手にかけている関に出くわしてしまったのです。二人の存在に気づいた関は今度は母親に襲いかかります。こうして祖母に続き母親も第二の被害者となってしまったのです。さらには今度は次女が保育園から帰ってきたのですが、さすがに次女には手をかけなかったものの、関は長女と次女と三人で夕食を食べるという異常な行動をとりました。そして食べ終えるとまた長女に乱暴したのです。これだけでも目を背けずにはいられない内容ですが、関の犯行はさらに続きます。今度は長女の父親に災難が降りかかります。関に通帳の在りかを聞かれた父親は正直に答えたにもかかわらず、この世の人ではなくなってしまったのです。しかし、これでも満足しない関は、さらに父親の事務所の通帳を狙います。長女にこの通帳を取りに向かわせたのです。長女は関の命令通り父親の事務所を訪ねたものの、その異様な様子に違和感を感じた社員は、彼女が事務所を出た後に関が立てこもる自宅に電話をしました。ところがこの電話により身の危険を感じた関は、とうとう次女さえも手にかけてしまったのです。そして最後に関は戻ってきた長女に襲いかかろうとしたのですが、その瞬間関にとって想定外のことが起こったのです。事件現場に警官隊が退去して押し寄せたのです。先ほど長女に違和感を覚えた父親の事務所の社員が警察に通報しており、それを受けて警察が出動したのでした。
突入してきた警官隊になすすべもなく、関はあっという間に逮捕されました。その後の裁判で関には死刑判決が言い渡されました。関は犯行当時19歳の未成年であったため、この判決には様々な意見がありました。一方の関は判決を不服とし、裁判のやり直しを申し立てる決意をします。精神鑑定を行い、その結果を証拠として犯行に及んだ時は心神喪失状態であったと主張します。しかし再審請求が認められることはなく、判決が変わることはありませんでした。そして2001年12月3日上告審判決公判において上告が棄却され、最初の判決から一度も変わることなく、関の罪は確定となりました。16年後の2017年12月19日、東京拘置所で関の刑は静かに執行されました。関は最後まで被害者に対し、一言も謝罪の言葉を述べなかったと言います。そして結局反省することもなく、そのままこの世を去ってしまいました。被害に遭われた方のご冥福をただただ祈るばかりです。